鳥取市のシンボル、九勝山。鳥取城跡のふもとに立つ白亜の洋館、神風閣です。神風閣の田中です。これから明治時代に建てられた白亜の洋館、神風閣をご案内いたします。こちらの神風閣はフレンチルネッサンス様式で建てられた木造2階建ての建物です。皇太子殿下が鳥取にお越しの際、3泊4日お泊まりになられました。こちらが神風閣の螺旋階段です。こちらの階段の特徴は柱が使ってありません。何で支えられているかといいますと、この階段の横にあるささらげたという脇板を6枚つなげてバランスをとって支えられています。こちらは木を曲げたように見えますが、大きな欅の木から一つ一つ掘り出して作ったものです。その当時の大工さんの技術の高さを感じます。神風閣の中には8基のマントルピースがあります。マントルピースというのはこの暖炉の周りの飾りのことを言います。こちらにはこう黒の大理石のマントルピースがはまっていますが、隣の御神室の方には白の大理石がはまっています。大理石の中のこちらの緑のところは、こちらがタイルがはまっています。こちらはヨーロッパから輸入されたものです。こちらの神風閣は鳥取県で初めて電気が灯った建物です。ここの御座所の五灯のシャンデリアは海外から輸入されたもので、当時のままここにつけられています。鳥取にお越しの際は、ぜひ神風閣にお立ち寄りください。